アッセンブルこんにちは、どうもエルライトです。はい、本日もねランク戦やっていこうかなと思います。で、久しぶりの外小葉さんということでですね、まあいつもはね黙ってやってるんで、まあまあいけるんですけど、喋りながらの外小葉さんは多分久しぶりだと思うので、まあどうなるか楽しみですね。さあやっていきましょう。まあ相手は A ランクの外小葉さんなんで多分打てるとは思うんですけど、早速ねファインプレーされていくということで、まあ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 今のところ見えてますね、1球だけだけど。オッケーオッケー、うん、多分大丈夫だと思うかな。はい、オッケー、やっぱり見えてるね。うん、多分 A ランクだったら打てると思います。はい、多分ね、うん、多分だよ、わかんないけどね、今のところは、うん、大、あ、うん、まあね、こういう打席もあるよね。うん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 、まあまあそんなねバッバチバチに打てるわけじゃないからね。へっへっへー、許してねー。あははー、許してねー。はーい、ということでですね、守備やっていきたいと思います。はい、打てなくてごめんなさいね。まあ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 、うん、抑えたらいいんです。はい、抑えれば勝ちなんですから、そんな慌てない慌てない。で、今日の先発はね千賀さん使っております。で、千賀さんもね、どうなんでしょう、スプリーム持ちが今シリーズから出てるんですけど、まだスプリーム持ちの千賀さんと僕当たったことないんで、やっぱり打ちづらいんですかね。今ランク戦で使ってるよっていう人いたら教えてくれると嬉しいなと思います。 OK、 ワンアウト。でも浅高選手か、ちょっと怖いな。まあ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 、ちょっと多分ストレートツーシーム狙ってると思うんで、緩い球を見せつつって感じでいこうかなと思います。 OK、 ナイス、ツーアウト。やっぱりね、打てなくても抑えたら勝てるということをね、そういう試合もたまにはあっていいんじゃないでしょうか。打たないでお願い。ああ、今のは、うん、ミス、うん、僕のミスなんでしゃない。そういうのはバッティングで取り返しましょう。さあ、ここね、きっちりここで打たれた後なんでね、やっぱり野球っていうのは打たれた後に連打されない、それが打撃にもつながると思うんでね、ここは一人で片付けたいところではあるんですけど、どうでしょうか。 OK、 ショートゴロー。さあ、2回に入ってきましたけど、この回ねやっぱり点取っておかないと負けちゃうと思うんで、まあまあ最低 2,3 点取りたいなと思うんですけど、バースさんが先頭で打ってくれると、うん、見えてるんすよ。初回ね1点で終わっちゃったけど、マジで見えてるから、外小葉選手信じてお願い。マジで A ランクはもう打てるから、嘘じゃないのよ。なんかさ、歩くない、球の回転とか見えてるけど、まあなんか打てない日、打てないっていうか、なんかファインプレーされたりだとか、ちょっとしたカーソルのズレとかでアウトになっちゃうっていう時があるじゃないですか。それが初回だっただけです。あ、やばい、待って、長川さん来たんだけど。わーお、あー A ランクか。いや、 A ランクだったら打ちたい、うん、 A ランクだったら打てるというところを見せたい。 OK、 今のはね浮いてきたね、ラッキーラッキー。さあ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 、長川選手めっちゃ久しぶりに当たるからな、ちょっとね頭を切り替えてやんなきゃいけないんですけど、今のちょっと小さい方に見えた、小さい方に見えたんだけど、でかい方だと思ったら全然合わなかった。オッケー、よし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 、いや多分打てる、多分打てるぞ、うん、よし、オッケー、いけるぞ、2種見えるぞ、今日は自信持ってバットを振り抜けば打てるんですよ。おい、ナイスプレー、誰だ今の、すごいな。ふぅ、ここはまあ代打出して落合さんにしようかな。さあ行こう、落合さん、落合さんの久しぶりのバッティング、うおー、特能全出し、これは打てるんじゃないでしょうか。さあ集中、うん、オッケーオッケー、見えてる見えてる、低めはねあんまり振らずに浮いてきたところを打ちたい。まあボール球だったけど、まあ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 、結果オーライ、打てればオッケー。あー、イチローさん得のつかないか。まあまあ、しゃあない。ヒットでつなごう。ここはね。ゲッツーだけはやめよう。落ちるよね。オッケー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 。ナイスバッティング。よしよし、いいよ。バッティング絶好調よ、今。さあ、なんならもう強制するレベルで打ちたいんですけど、どうでしょうか。あ、待って。ちょっと待って。これもう体力ないんじゃないかな。あんまりちょっともうどっち投げてるかわかんなくなってきた。あれー、ちょっと待ってくれよ、困るな、体力ない方が強えぞ。これボール球か、マジか。うおー、取られた。くー、しゃあないしゃあない。
まあ、もうどっち投げてるか分からんけど、ある程度張りながら予測しながらも打っていこう。これは落ちた方かな、多分。体力がないから本当にね、変化量が分かんないな今。これは、抜けた、ラッキー。今のはちょっとラッキーヒットかな。さあ、ここ一発勝ち込みたいけどね。集中しよう。マジか。今のはちっちゃい方かな。マジでわからん。マジでちょっとわからん。本当にわからん。こっちの方がわからん。いやー、惜しい。マジか、追い込まれた。追い込まれたから、オッケー、ギリギリまでちゃんと見よう。オッケー。今のね、もうどっち打ったかわからん。もう適当に振ったら入った、そんな感じ。さあ、バースさんも、あと1点じゃん。あと1点取ったら、終わりということなんで、ここも勝ち込んで強制で終わりたいなと思います。マジで分かりません。今体力ない方がやっこしいな、このピッチャーは。ナイスボー。もうストレート、もう忘れてたわ今。さあどうだ。オッケー。まあそこはね、さすがに振りませんけど。よいしょー。入らんか。まあ、オッケー。繋いだ。さあ、次は誰だって。丸さんか。丸さんも、もう打とう。ここでしっかり決めよう。もう守備はしないつもりで、この回で終わらせる。おっそ、待って、今のカーブ。そんなん、もう、ずるやん。今のは無理やで。いやー、落ちて。くそ。はい、ということでラスト、ここを守れば終わりというところですね。で、ちょっとね、試合時間長引いちゃったんで、この試合で終わろうかなと思うんですけど、微妙に、あとちょっとぐらい、なんか流したいなと思ったんで、昨日来てた A ランク確定スカウトの、ガチャだけ、まあ、パパッと、やって終わろうかなと思いますんで、最後までよろしくお願いします。で、言おうとしてた時に、なんかホームラン打たれましたけど、まあ、しゃあない。OK。点差はあるんでね、こういう時はね、気持ち楽にバンバンストライク先行で投げれますよね。さあ、終わらせたい。 OK ということで、あざしゃー。はい、ということで、あと15秒ぐらいですかね。なんで、もうバンバン引いて終わりたいと思います。多分 S ランクは来ないと思うんで、はい、まあ A ランクね、もらえるだけでもありがたいと思ってます。はい、楽天すごいな、2連チャンか。さあ、別に欲しい A ランク今ね、特にないんで、まあ本当にこれはおまけみたいな感じです。はい、ラストはね、ソフトバンクで引こう。このままでいいや。最高ラスト、あざしたー。